何も知らない奥は何ぞともいとも熊井しかないので、真っ青になってブルブルと震え上がりました。鉄さんはお菊が盗んではないかと責め立て、拷問を重ねた挙句、手打ちにして死体を井戸にドボン。それ以来毎晩鐘が鳴り、井戸からお菊の幽霊が、大変愛しゅうございますと現れて、不気味な声で、一枚二枚三枚四枚五枚六枚七枚8枚、熊井まで数え終わると、ヒッ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 と笑うのです。鉄さんは握手の報いか、ノイローゼになり、クルージングをしてしまいました。
でもお菊の幽霊が出るというので、近所の若者たちが見物に行ってみることにしました。噂では熊井まで聞くと呪い殺されてしまうということ。念のため六枚ぐらいに逃げようと約束をし、お菊の井戸の前までやってきました。時間になり鐘が鳴り、お菊が現れ、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚。若者たちは6枚目で一斉にブルブルと震え上が